はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、太平楽高校ですね、パワーアップ常設化しましたのでやっていきたいと思います。で、天才確定会になります。で、これテイク2なんですけれども、この前がね、ちょっと予選で負けてしまったので、動画はボツになりました。で、ちょっとそれを踏まえた上で、デッキの方を組んでみたところですね、敏捷ポイントがね、どうしても足りなくなるんで、ちょっと敏捷練習のあるキャラを詰め込んでます。と言っても練習でただ敏捷ポイントがすげえ稼げるかといったらそういうわけではないんですけれども、前回というか、そのボツ動画ではここがね、裏側枠だったんですよ。で、まあ、せっかくなんで太平楽キャラを3人入れていこうかなと、思ったところ、思いのほか浦賀が役に立たなかったんで、もうここはエプデミちゃんに変えてあります。で、ユニフォームしぐれちゃんですね、まあ、自分は PSR、持ってないので、あの PSR のガチャも引いてないので、あの水木ちゃんだったんで1回目がどうしようかな、ちょっと引こうか今迷ってるところなんですけども、一応ユニフォームしぐれちゃんお借りしてます。で、若干時間覚醒させてある感じかな。初期評価が14アップの、総力上限は2までアップさせてあります。レベルは45です。で、あと守備上限アップの、肩上限アップの、補給上限アップの、ミート上限アップで来てます。で、ただ欠点としては不確定枠ですね。エプレミちゃんが不確定、レイリーも不確定で、クロセイラも不確定というところなんで、そこが不安材料のところはあります。じゃあ、まあ、とりあえずやっていきますか。で、まあ、派閥が分かれる前はもう本当になんだっけ、評価上げでいいと思うので、ひたすら評価を上げていくのと、まあコツがあればコツを回収しつつといった感じですかね。リベンジで、派閥に関しては覚醒した、千丸が全然つかないな、まあ、できれば反監督派、監督派、反監督派で移動していきたいというところはあります。まあ、移動するとね、気分屋になったりするんで、そこは考えどころなんですけれども、まあ金徳を取れるっていうことを考えれば、ちょっと今回移動はしていこうかなと思ってます。経験点だけ目指すんだったらどうだろうね、移動しなくてもいいかもしれないけど、まあ、どれだけ人を引っ張ってこれるかっていうところもあるんで、どうしよう、寝る、しぐれちゃんの評価を少し上げとかなきゃいけないんで、そこは意識して、しぐれちゃんがいない、佐伯さんもね PSR プラゴにしたいんだけど、で、諸井くんは進めていきます。ちょっとコツがあるけど、ここはそうだね、エプレミちゃん広角打法持ってるから欲しいっちゃ欲しい、走塁もね高速ベースランが取れる関係で欲しいけど、ここは評価上げプラスしぐれちゃん、しぐれちゃんも評価上げだけど、よし追加で、ブブ付け、これはストレートに言って積極打法にして、しぐれちゃんとセイラちゃん冷静取っちゃう、まあ、3で一緒、まあ、最後ね佐伯さんがくれたりするんだけど、そこまでケチることはないでしょう。で、ここ、あ、リベンジも取ったよね、そういえば、潰しておこう潰しておこう。で、告白は2回、これでいきます。9月の3週なんで大丈夫っしょ、引き受けよう。で、根気よく説得して、このクソ男を退ける、だからお前はモテないんだ。で、タックはできるけどコツが欲しいのと、しぐれちゃんはまあ一旦大丈夫なんで、コツを優先しつつレイリーの評価を上げる。あ、守備職人しまった、潰しとくべきだった。技術は結構大丈夫なはずだから、最悪守備職人もね自家取りしていいと思うんだけど、意外性とかもちょっと潰そう。
敏捷が全くねえな。意外性は敏捷を使わない。守備職人、まあ、5だからいいっちゃいいんだけど、あとリベンジも潰しておく、あと細いコツもね、だから潰しておくのが基地なので、まあ、ここはメンタルやりつつコツを回収しよう。よし、コツをくれる分にはかなり逆境からのレイリーがまだか。モロイ君もまだっちゃまだか。まあ、まだよく考えれば10月だからね。11月から始まるんだっけ。しぐれちゃんはまあ多分大丈夫。ちょっと先にタックを組めるように評価を上げていこう。ヤジも先方、これさ全く成功しないんだけど、いつも三振するんだよね。ホームラン打った。あ、ささやき破りをかなりくれるんだ。ささやきはね重いからね、どうしても。でここはまあ少しでもちょっと稼いでおきますか。レイリーはどうしてもタックのパーセンテージが低いんで、そこはしょうがないところはある。で、うん、ちょうど監督派にいっぱいいるね。反監督派に行こう。パワースポ、パワースポもうちょっと経験点欲しいよな。で、なんだかんだで精神も足りなくなる、ピッチャー足りなくなるんだけど、固有キャラを引っ張ってきたときは練習で経験点が決まるんで、まあ、レイリーは打撃と敏捷だから筋力と敏捷と技術をくれる。で、一般人を引っ張ってくるときなんだよね。それはもう練習場所で決まるんで様子を見よう。走塁練習に一般人がいたときはちょっと積極的に引っ張っていきたい。ちょっとしぐれちゃん彼女になってねえんだ、そういえば。でエプレミちゃんももちろん引っ張ってくるでしょ。で走塁のコツ、どっちに来た、監督派に移動した。で敏捷ポイントが全くないところで来ても困るんだよな。どうする、 15% セイラちゃん引っ張ってきて。エプレミちゃん、あれエプレミちゃんさっき移動した、もしかして反乱分子で。クロスセイラーもちょっと上げとかなきゃいけないんで、まあ、C でソニック C にしておこう。これでどうだ。で 10% なら強行する。武器そんなもんだよね。で告白がとりあえず来てくれた。もう一周早く来てくれればな。これもな、もう一周来てくれればな。あ、エペルミちゃん、よし回収しよう。で走塁、走塁はね5でいいでしょう、結構重いから。あ、またいる一般人で、ここも一般人で、一般人は経験点を100くれるんで、コツが来た、コツが来たときはちょっと下がる。逆境と火事場、呪いがいるんだけど、呪いがいるんだけど、ちょっとここはメンタルが欲しい。100、そうそうそう。でどうしようかな、走塁もいいけどちょっとメンタルも強化しておこう。でここで経験点をくれる。でセンス丸は取れないからやーめた、人がいない。うおー、デートしようかなと思ったけど、これはさすがにここだよね。バッティングはね結構固めてあるんで、技術は大丈夫なはずなのよ。問題は本当に敏捷、敏捷をどれだけ稼げるか。で精神もちょっと足りなくなりそうな気はする。だこの2つだね。で上げとこう、一応レイリーのために。 B の
B 並行して上げていこう。で A にするでしょ。190必要だからちょっとまあ無理だな。でメンタルセイラちゃん、こういう関係でねデートは結構詰まるんだよね。で超ラッキーボーイ上げといてよかった、頼むぞ。まずここ OK。 クロセイラはね上げておけばかなりの確率で成功はしてくれる。で問題はエプレミちゃんとレイディもね意外に失敗するときは失敗するからね。でも取ったし、そうレイディ一人だとどうしてもタックが弱いのでデートしよう。まだ1回目だからこれ でお弁当はね本当だったら体力をめちゃくちゃ回復してくれるんで、体力がないときにお弁当を食いたかったけど、まあ、そうも言ってられない。メンタルか守備か、メンタルだな。で監督強化がめちゃくちゃ低いんだけど、実は差し入れを持ってきてあるんであんまり気にしなくて大丈夫。でここはちょっと守備移動が欲しい、少しでも軽減したい。でいいのが来てないから、でも反監督か、それでもまだ15人か。でしぐれちゃんはね空デートがあるんで、そこはちょっと気をつけないといけないところ。もうちょっと回収しておきたかったんだけどな、ハン監督か。肩どうしようかな、肩だな。ちょっとでも敏捷が欲しいんで、20で、ちょっとここはもう監督課に回ろう。パワースポー10、悲しすぎる。で潰していこう。走塁はもう5でしょ。あとはいつもの代打ヘッスラホーム突入、カジバも取っちゃうか。ムード、ホームシッシュプレッシャーラン、ささやき3か、盗塁アシスト3で取っちゃおう。窮地も3、ここは5、走力ブースト、牛若が重すぎる。本当重いよね。338か。金徳が重い系とさ、コツが重い系っていうのもあるからね。監督がいるな。監督がいる中、ちょっと、やりてえよ、やりてえけど。いや、走塁だな。もうちょっと今の牛若の、敏捷ポイント見たら、ちょっとガチで敏捷が欲しい。あれこれ何くれんだっけ、コツ。あ、高いか。でしぐれちゃんは精神か。佐伯さん一般人、ちょっと佐伯さんだな。まずはで佐伯さんは特に敏捷をくれるわけではない、ただ精神くれるからね。どっちにか、反監督派に移動した。判断分子多すぎだろ。でねこれメンタルね、青が優先されるわけじゃないんで、それを考えると、ちょっと待って佐伯さん反乱分子だな、すぐ寝返るな。クロセイラまず敏捷優先、敏捷をいっぱいくれる人、敏捷と精神。でここは、まあ、緑とくのでいいでしょう。クッキーをもう選球眼を回収からの、監督がいるね、エプレミちゃんがいるね、佐伯さんがいるね。回復しながらいけるから、ちょっとここはメンタルだね。ダブルタックになってるし、盗塁、ちょっと待って、首藤三等かのが監督派に移動した。監督派に来られても困るは困る。じゃあこれはまあ監督がいるところだし、ここにしよう。爆弾を抱えてしまった監督、お前が指示したところで練習したのに爆弾抱えてしまったぞ。ひどい。代打、あれ使ってねえや。なんか出番ないかもしれないけど、いやちょっと使おう。はい、差し入れ
選ばれなかったから差し入れをする。だいたいさ、この監督にさ差し入れが効くっていうのがおかしいよね。普通効かないでしょ、こんな厳しそうな監督。まあ暁大とかの戦国監督にも差し入れ効かないと思うけど、出番なかった、出番なかったけど差し入れしたからいいよ。さてレイリーが2回目。レイリーってやる気も関係あるのかな。今ちょっとやる気低いけど、メンタル、じゃあデートだな。3回目。デートの進みは悪くないね。ここは本当にどれだけ青で引っ張ってこれるかっていうところになるんで、筋力かメンタルかって言ったら、まあメンタルだよね。ただ能力を揃えておこう。牛若はとりあえず成功したから、ここかミート A にして、総力も A にして、肩が全然伸びてないな。技術がいかに足んね。まあまあまあ、まだこっからいけるから。メンタル高速ベースラン勉強はしてない、当然。俺は野球一筋だからな。で、つゆき100。よくわかんないけどやる気上がった。ここ誰、一般人か。肩、監督がいるな。これやると監督の評価おぶっき下がるからね。レイリーがいるんで、ちょっとここはレイリーを引っ張ってこよう。からの、ちょっと待って、これ重なると結構厳しいんだよな。しかも監督の指差しは、休めとも言ってないのか。来る保証がないからね。だったらちょっと13パーやろう。すっごい、結構怪我したんだけど、めちゃくちゃ下がったんだけど。マジか。結局どこで練習しても爆発するっていう、悲しいな。そのまま続けよう。ここは3パー。何がどう下がった、もう見てなかったんだけど。ちょっと能力を確認しよう。いやもうこれさ、ちゃんと断ろう。体力回復、うわ弾道も下がってるわ。足下がってんね。てかいろいろ下がったね。すげえ弱くなってんだけど。A とかまで上げてたよね。 B とかだったっけ。いや A まで上げてた気がするな。まあいいや、こっから俺はまたやっていく。一般人だったら守備、総力ブースト、経験点50、でかい。いやでかいけど、パワースポ、パワースポもっとくれマジで。でメンタルにいるときはメンタルやろう、めちゃくちゃ経験点もらえるし。デプレミちゃん引っ張ってきて、からの佐伯さんも引っ張ってこよう。もろいか、もろいにしよう。ちょっともろいの力を見せつけ、ま、これさまだ足痛むのお前。2回爆弾が爆発する可能性がある。爆弾治んないんだ、もう永遠に抱えるんだね爆弾を。こいつは一生爆弾と付き合っていかなきゃいけないのか。まあ普通に考えてさ、プロに入れないってことはないじゃん。プロに入った後もこいつは一生爆弾を抱えながらやっていく。いやそれはそれで結構、結構っていうかめちゃくちゃきついよね。爆弾を抱えながらも能力は高いから。一般人ちょっと敏将引っ張っていきたいんだよな。あーでもセイラちゃん、いやどうだろうな。佐伯さん
一回ちょっともう一回もう一回能力を整えよう。もう全然パワーねえわ。いや技術足りないよ。いや本当は足りてたんだよ。セイラちゃん、じゃあここだな。サイキさん引っ張ってくる。ナイアンだ。そうこれコツ潰してた方が多分経験っていっぱいくれるよね。肩監督、呪いを引っ張ってくる。引っ張ってこれないけど100に100に。でかいでかいでかい。でメンタルにいるからこれメンタルやりながら回復する。で何にもないで、こういう何にもない時は、まあ、デートをして、まあ、ちょうどいいくらいで終わる。であとはレイリーか。あれエプレミちゃんも終わってないよね。ってか完成できないとかある。研究室だ。もろい一般人だったらもろいだけど、ちょっとコツを潰そうとすると悩んだ粘り。あ窮地潰してなかったわ。まあ別にいいけど。チャンスメーカー他そんなもん。いやーこれ足りねえわ。絶対敏捷足んないわ。牛若も重すぎるしな。だってこれ7月の1週で終わりだから。流し打ち超ラッキーボーイしょぼい。人がいっぱいいれば。え、これ完走できねえじゃん。7月の1周で2回目か。そうか。やることねえな。ちょっとでも、経験点の高いとこに行こう。あ、そういうふうにしとく?2番センター。サクッと。経験点をどこまで伸ばせるかっていうのもあるからね。もうどう考えても太平楽は爆発がないから、安定した経験点を出せるところではあるけど、まあ、一定のね選手を作りたいっていうんだったら全然いいかもしれないけど、ガチで強い選手を作りたいってなると、やっぱり爆発力のある高校を選んだ方が、まあ、当たり前だけどいいんでね。だからそのパワチャレ用の一定の選手を量産するみたいな形だったら安定の方がね、あのサクサク選手作れるんでいいと思いますけど、選手を更新したいっていうんだったら北節とかね、北節とかはもうマジ爆発力の塊だから、その分ストレスもたまるけど。でここクロセイラちゃん、あメンタルにいるな。ちょっとメンタルで回復しとこう。これもやってないのまだ。ちょっと待って、前でしょ。この3人だって後でしょ。重い人いないよね。だってなぜ完走できない。でこれ一応くれるからね、氷柱4柱。しかも足りなくなる敏捷と精神をくれるから777。パワーは A にしてる。肩とか無理だ、もう無理だ。補給 A にして守備102。で補給 S、 敏捷がなくなった。守備と補給に割いたら敏捷ポイントは一気になくなった。これ牛若無理だ。金徳の観点からしてセイラちゃん変えた方がいいかな。ちょっとさすがに牛若が重すぎるんだよな。
3で取れたり、リードで迎える3回、千丸がついたりしたらだいぶ違うんだけど、1球目ストライク、3で取れることだよな。打ちました、ファール。牛若の位置が勝ちで重い。守備移動丸があって、第4球をあの経験点が必要だからね。左失投しても困る、なんとか対応するけど、リードで迎える変わってるしも早いな。カラスマ1塁という場面で長吉、今日3打点を挙げています。アウトコース高め、ボール。第3球を投げました。頑張りか。アウト。スリー。太平洋リードで迎える7回です。宮内。今日2本のホームランを放っている。スタミナは結構あるね。カーブはボール。まずアウトコース低め。打つ。二球で空振り。なんかかすった音がした。第3球を投げました。ちょっと待って。芯で捉えた。やった。当たってしまったか。からもう先はね本当に伸びる要素ないんで、敏将ちょっとでも欲しいです。敏将ポイントでメンタルにコツがあるからやっときますか。よし、広角打法。で広角打法は取ってしょ、パワーヒッター直撮りすっか。もう一緒、高速ベースランも取ってねえじゃねえかよ。ダメだ、臨床ポイントが足りなさすぎる。やはりこれがでも言っちゃあれだけど太平楽の限界かな。バッター長吉、第9投げました。パワスポでさ、まずは見送りました。せめて100、100、100とか取れたらいいんだけど、ハムスコの経験点がいかんせん少なすぎるよな。太平洋同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁、きたー、入れば逆転の、入った入った。太平洋リードで迎え4回です。かといってね、そんなに経験点叩き出しすぎても最新の高校が意味なくなっちゃうからね。スプリット見送ってストライク。太平洋簡単は簡単だからね、システム的に。打った、これは強烈、いった、入った。だったらすぐ終わる高校やるよって話になっちゃうから。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは高校数が多くなってくるとそういう調整も難しいよね。絶対空気になっちゃう高校とかあるから、ダンジョンとかもうやる気しないし、ダンジョンとかあの得点チャレンジ全くやってないから全く何にも取ってないんだよね。敏将23ポイント、痛い足が。これはプロに行っても爆弾爆発するな。こいつはそういう宿命だ。てか弾道は3になったか。いや無理だよこれ。いやもう爆発した段階で終わってんだけど、こいつの選手生命は。それでも生きる、生きるとはそういうことだ。太平楽勝ち越しのチャンスです。悲劇のヒーロー。初球を取りました。足の爆弾が爆発しつつも甲子園で活躍する。これさ、プロ野球選手としてはどうなんだろうね。一回足爆弾が爆発している選手をどれだけ取りたいって思うんだろう。ちょっと選手生命が怖いじゃないですか。まあ、あの影山スカウトがねどう思ってるからかな、全ては。それでも俺は欲しいと、そう思ってくれればドラフト1位で指名してくれるはずだ。信じてるぞ影山、君のスカウトガンを。最悪足爆弾持ってたとしてもこの能力だったら1年間は大丈夫でしょう。野球選手生命として持つでしょう。で爆発したら捨てりゃいいんだから。で若い時なんてそんなにさ年収高くないと思うんだよね。あのドラフト1ってどれくらいもらえるの、全然野球わかんないんだけど、もうプラスにはなるんじゃない。肩上げよう。どうするよ。102、
不死若427、そして独身術がない、終わんなかったから。独身術もないしさ、そういえばエプレミちゃんもないしさ、どういうこと今回。なんか太平楽の良さをさ見せたかったんだけどさ、太平楽の闇しか見せられなかったんだけど。前エビが終わんないよみたいな、これ、ま、前音は絶対無理だね。じゃあ招き猫はちゃんと持ってきてるんで、招き猫持ってきてさ2人完走しないってどういうことよ。もう二度とやらんわ太平楽とか。だったら波動高校やろう。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で長吉。太平楽でなんでこんなさストレス感じなきゃいけないの。第2球投げました。これいかないか。伸びた伸びて太平楽1点。太平楽追加点の変わってる。早いな今回みんな変わるのが早い。もう1回回ってくるよね。太平楽リードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている長吉。打ったこれ強烈いった。どうだ俺の短い選手生命を。プロ野球に行った後も咲かせる。でエピローグポイント3位か。しょうがない、これはもう怪我のあれだよね。いや怪我のあれとか関係ないんだけど、ちょっとあいつ爆弾抱えてるしな。能力めちゃくちゃ高いんだけど、将来性を見てドラフト3位かなみたいな、そんなところなんだろうな。1万、いや爆弾はだって経験点関係ないから、そうするとまあまあまあ1万かなっていうところか。高速ベースラン、あと何牛若取れないで、筋力はまあ大丈夫だよね。超ラッキーボーイ取っとくか。超ラッキーボーイ取って独身術取ってギリギリか。ミートも上限アップしてないから、そう考えるとやっぱり絶対的な経験点が足りてないな。パワヒはそっか、もう直取りしてこれか。盗塁は丸すら取ってない。怪我しにくさ、怪我しにくさとか今さら取ってもって感じだけどね。あ、一発逆転欲しかったけど、怪我しにくさを取ったらできなくなってしまった。こんなもんでいいや。いや、SS にすら届かない。という感じで、まあ足爆弾が爆発したっていうのはありますけれども、ちょっと天才か、天才の足爆弾爆発か。うん、まあ、ちょっとね、やっぱりもっと魔改造をしてもらわないと太平楽は経験点が、うん、そんなにいかないよねという感じで、まあいいところを見せたかったんですけれども、ちょっと今回太平楽のいいところはあまり見せられることなく終わってしまいました。多分もう太平楽はこれ以上改造されない限りはもうやらないと思います。というところで、最初で最後の太平楽、強化太平楽ですね、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後まで、あ、ごめんなさい、チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。